下使えってめっちゃピッチャー困る、うんうんうん、はい、困りますね。そう、今日はその下使えと、はい、これの、はい、ちょっとこの話をしたいんですよ。なるほど、はい、まあ、それいい、いいですね。はい、まあシャドウとか見るとすごい上手にできてるんですよ、うんうん、でじゃあタオル持って強く振ってくださいってなった時に、はい、フォームが変わっちゃってるんですよ。気づいちゃったんですよ。はい、下半身って上手に使うと、まあ今すごいちょっと漠然としてるんです、うんうん、はい、しっかり下半身のハンドブワーンって伝え出た場合、なおかつ肘が後ろでしなっていたら、これ壊す確率グーンと上がるんですよ、うん、そうですね、強度増してますもんね。そうなんです、はいはい、そこをちょっと言っときたいな。あ、なるほど。高校生、まあ、大学生が多いかな。すごいやっぱりこう練習しっかりやってて、トレーニングも積んでて、フォームもこう出来上がってきて、要は出力の大きい、うんうん、課題が痛いんですよ。めちゃめちゃめちゃもうダイナミックにね、こう下半身使ってドーンって、おーお前こうブルペンだね、やるわけじゃん。でもこの人がまあ実際ボールを持ってこのダイナミックなフォームでこんだけ下半身上手に使ってね投げててここ遅れたら、うん、よりそうですね、そう、話が一番大事な、そうですね、強い球、速い球を投げるには下半身の強度が大事なんです、うん、ただ下半身が100点で上半身じゃ20点だとしたら、はい、120点、まあ、上半身、まあ、それ120点じゃあいいよ、分かった、下半身80点ね、いや、よくない100点としたら怪我の強さは4を超えます。4を超えますね。ダメージは4個、下 100% ですもんね、100点ですもんね。そう、そしてさらにトレーニングをしっかり積んでいる毎日トレーニングの学生たちが、はい、8を超えます、超えますね、この彼氏のダメージを超えますね。そうってことは、じゃあ我々が肩肘を壊した人たちに、はい、まずアドバイスをするのってどこですかって話になるじゃん、はいはい、ね。そしたら今の話の流れからしたら絶対にこっちからなんですよ、うん、間違いないですね。聞いてるとね、うん、コーチの人、はい、聞いてる人、指導者の方たちそこいますね、見てるお母さんたちが、さだって下使えてないよね。あー、それはね、分かる、言いたくなるの分かる。だって下半身の使い方がダイナミックじゃないと、うんうん、弱々しいもん、手投げだねあいつとか。そう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 じゃなくて大事なのは腕なんですよ、うん、だから今後下使えっていうフレーズ使うあの指導者の方には、その人、その選手がね、ちゃんと投球時に肘が肩よりも前でこうグッてしなれてるかどうかを見極めてから下半身の動きっていうのをアドバイスしてもらいたいと。これは大事っす、はい、来てもらったお客さんに対しては、うん、基本的にはフォームチェックする時って僕ら絶対上じゃないですか、うん、絶対上チェックして、うん、で下はまず置いといて、うん、次回来た時にじゃあ下行きましょうとか、うん、確かに YouTube に関してはまんべんなく言ってましたけど、多分ポイントポイントで言ってるんですけど、俺らが伝えたいことだけを伝えて自己満足してたんで、うん、反省したわけです実際見ない人がそれを見てどういう風に思ってどういう反応をするかっていうのは、やっぱこの YouTube きっかけで来られたお客さんの反応見て分かったね、うん、だからこれをやられたと思ったんですよ、うん、肘がね1、はいはい、まあ、A でしょ、はいはい、下半身が B でしょ、はい、これ100点パターンは A も B も両方できて、はいはい、でダメパターンは B ができて A ができて、でも A ができてて B ができないってギリセーフじゃん、まあ、ギリセーフですね、投げれますからね。そうそうそう、はい、でやっぱ投げれるようになってくると、でもっと速い球投げたいなとか、うん、三振取りたいなとかなるじゃないですか、遠くに投げたい、そう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 、もうノーステップで刺したいあるじゃん。そうなった時はこれができてる大前提、 A ができてる大前提で B に行きましょうっていう話をします。そうですね、だからプロ野球選手ね、うちにも来てもらっているけど、ほとんど下半身の話しかしないです、うん、そうですね、重要な下半身だったらそのタイミングだったり使い方の問題なんですけど、あの少年野球、中学生、まあ、アマチュア、うん、草野球に関してはまずこれ、うん、A です。下半身の使い方でどうも後ろになっちゃうとか開いちゃうとか、うんうん、っていう人は初心に帰って左足のセット、まあ、あのステップ足の接地とトップを合わせれば前に出やすいです。
こはもう神エビちゃんの最初の方のパスでやってくればいいんですよ。こう、これが基本としたら、こう、こうでも OK っていうことですよ。そうですね、確かに重要視してないんで、確かにあんまそこに見てないですもんね。だからこのフォームでやったら痛くなくなったけど強く投げれなくなっちゃったっていう人もいるし、そうですね、だからその人たちが次の段階進むには下半身をしっかり使って肩よりも肘が前でしなりさえすればフォックス1本を作る必要がないよっていう、これはもう岩田統計学の、まあ、野手もやりながらピッチャーやってる人の肩壊せるってクソ高いです。あ、野手って言ったやつですね。そう、あのやっぱ野手の時痛くないけどピッチャーしたらめっちゃ痛いとか逆もあるんだけどね。いますよね、うん、まあだからそれもこれも全部今言った内容を 見返してもらうと、確かにこれ野手の時はちゃんと前で出てるけど、ピッチャーの時はめっちゃこうなってるわってなればそれが原因ですよ。例えばサードのサードがさゴロ飛んできてさ取ってさなれたらもう帰るようになるじゃん大きな違いがあるわけなるね。なるでしょ。なります。あのホームゲームするねっファーストのゴロってさ、ファースト取ってますってやったら絶対せえよもうやめろってなるでしょそれと一緒なんですよ。モーションのキャッチとトップってやっぱワンセットで俺ら言うじゃん。そうですね。1、2だって、うん、1、2、3だと、うん、こうなっちゃう。それってそういうことなんです、うん、そうですね。でこれをちょっと見てくれた方がちょっともう一回見直してもらって、はい、例えばこれをやってもやったら痛くないけどあの前より球が出かなったって人なんかは特にこう大きく取ってもいいしからこの肘をちゃんと立てる前でバーンって前を大きく振るようにしてれば大丈夫ですよっていうことを、はい、どうしても伝えました。なるほど、大事です。はい、いやーもう言い切ったわ。はい、じゃあ以上大事なことでした。はいはい、ちょっとあの今まで動画を見てくださっていた方もあの前の動画を見てもう一回この動画を見て、うん、あの参考にしてもらえれば。そう、あ一個だけ補足いいですか。はい、やっぱいろんなことを聞いたんで、あのごちゃ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 いろんな細かいことを考えすぎないようにした方がいいです。めちゃめちゃシンプルです、うんうん、はい、さっき言った A と B しかないぐらい、はいはい、そろそろじゃあ本題に入りましょうか。なげね、続きはまた今度にしましょう。そうですね、はい、はい、本日の動画以上となります。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お願いいたします。あのもしわからない方またあのインスタの DM だったりとか、はい、でフォームを送ってくださればこちらで見て返信いたします。20人ぐらいでマジで返せてないですか。少々お待ちください。それではさようなら。